こんにちは柏流一の今日のインテリジェンスを出していただきますインテリジェンスがわからなければ東アジアの闇はわからないこういうテーマについてお話をしようとこう思いますまあ、このところね東アジアでね全体的にスパイ事件のニュースが相次いでるんですよえー、まあ次回取り上げようかなと思ってるんですけどパ台湾のね暴命未遂事件あのヘリポヘリコプターごと乗っ取っちゃおうみたいなそういう事件があったんですねまあ、未然にね防止されたか良かったんですけどそういう事件とか えー、結構い、ね、んんなニュースが相次ででるんですね、まあ、だからあのー、こうなんですかあの本当にねこう何か動き始める瞬間って言ったらいいんですけど動き始める前の様子っていうのかそういう感じがすごくするんですね。まあ、今回はね5年前の事件5年前に、えー、韓国の海軍がっ海上自衛隊機に、えー、火気管制レーダーを照射した移す寸前まで行ったそういう事件がありましたねあれからもう5年も経つんですよ。5年も経つのにね 実際どうやったんやってことが全然なんであんなことが起きたのかって話が全然ね、あのー、伝わってこないという状態が続いてたんですねでもたまたまね「フ、え、ォーブス」ね日本版の「フォーブス、ね」のブスから牧野義弘さんかな、えー、この方この方の記事で、えー、朝日新聞の記者の方がいるらしいんですけどすごくいい記事がありましたんでこれからね何が真相だったのか あのレーザー照射事件とは何が真相だったのかっていう話をちょっとしようかなと思ってます。じゃあちょっと読み上げてみますね。12月2 0日、韓国海軍艦船による海上自衛隊艦のカキ管制レーダー照射事件から5年5年目を迎えた。この事件は改善が進む日韓関係の中で残された課題の一つでもあると。すでに陸上自衛隊は韓国陸軍と えーえー、韓国、えー、っと航空自衛隊は韓国空軍とそれぞれ2国間の防衛交流を再開している、えー、海上の護衛隊、えー、護衛艦「浜りも5月プサンに入港したがあくまでも多国間海上訓練への参加の一環という名目だっただから場合でねあの韓国と2国でなんか調整するってこと海軍だけはやってないんだこういうことなんですよね。 で海事幹部らはレーザー事件が解決しない限りか国韓国海軍との二国間交流は再開できないと訴えている事件から5年経つ今も韓国による真相究明や再発防止事件への謝罪などは進んでいない、えー、この事件は当時海事関係者らが首をかしげた疑問の一つが一つが、えー、韓国海軍、えー、韓国海軍駆逐艦公海道 がなぜノート半島沖の日本の排他的経済水域まで出張ってきたのかという事実だった。韓国軍は通常米韓連合軍が設定したコレアンスキャターオブオペレーションと呼ばれる作戦区域内で活動すると。まあ、ここもで、ね、日本のね EZ まで、ね、来ないんだとこういうことなんですよね。公開動画の行動は何か特別な理由が伴うと当時から憶測されていた。追索されていたと。 えー、当時問題の海域にいたのは公海道欧と海国海洋警察庁の、えー、警備救難艇そして北朝鮮の木造船だった一別すると遭難、えー、した北朝鮮の木造船を救うために公海道欧と、えー、警備救難艇が急行したという図式に見えたただ北朝鮮の船には船は国際チャンネルを利用した救難信号を出していなかったなぜそこに北朝鮮の船がいることを韓国側は知ったのか。 なぜ軍艦まで出動,される出動させる騒ぎになったのかというのが解けないなどとして残っていた当時取材した韓国軍関係者は北朝鮮の船を目撃した韓国漁船の通報で知ったと、えー、説明していたでもおかしいわけですよねなんで北朝鮮がそんな日本の e 口 z が入ってるとこ、えー、分かったのかそれはなんかありえんなーとこういうことなんですよね。 韓国の情報機関国家安全企画部、まあ、今の国家情報院ですねこれは1993年から2000年まで勤務し現在は米ペンシルバニア州に住む金騎山弁護士はあの事件は金正恩暗殺工作と関係があると語る。金は、 えー、国上院の元同僚や北朝鮮事情に詳しい関係者らから得た証言によれば2017年5月に誕生したムン・ジェイン政権は北朝鮮との対話路線を進めていた特に大統領府の高官が常に北朝鮮と連絡を取り合っていた金氏は親密な関係の背景の一つとして高官はムン政権発足前 民間人だった時期に独自に得た情報から、えー、金正恩の暗殺工作の動きを知り、えー、北朝鮮に漏らしたた疑いいが持たれてるる。と語金氏によればレーダー照射事件で当時、えー、北朝鮮の木道線には4人が乗っていた金氏は、えー、金正恩工作に関わった残党の可能性もあったため、えー、北朝鮮が行方を血まなこでさ追っていたと,と,もとも語る。 ただ韓国側は4人を救助した翌日には調査を行わずに北朝鮮側に引き渡したため4人がどういう人物だったのかを確認するすべはないという「公海道の艦長は青瓦台のオーダーのため必死になっていた」「そこに日本の紹介機が現れたため興奮して火器管制レーダーを照射したのかもしれない」という。 いさか突拍子もない話にも聞こえるが韓国は当時公開道防艦長を日本側に接触させなかったのは事実だ軍事機密を知られたくないというのであれば日韓双方がレーダー照射に関するデータを米軍に提供して客観的に判断してもらおうという日本の提案も受け入れられなかったすでに公開道防のレーダーも取り替えられてしまったかもしれない当時の記録を一切表に出さないためますます出せない事情があるのか という疑惑と好奇心を呼ぶ悪循環に陥っているだからちゃんと記録出せばいいのに全然記録出さないんですよね本当のところは何だったのかってこと全然わからないしかも、ね、この公開どこですかこの駆逐艦が大統領の、ね、直々の命令で動いてたここはやっぱりミスだと思うんですねえ北朝鮮はあ北朝鮮は18日日本海に向けて、えー、大陸間弾道ミサイルを発射した日米艦は、えー、19日 北朝鮮ミサイルの発射情報をリアルタイムで共有するシステムの運用を開始したと発表したただ現実的には海事のイー,ジス艦イージス艦が日本海できちんとした位置取りさえできていればほぼ日米だけで北朝鮮のミサイルの行方を追跡できる日韓で重要なのはミサイル情報を共有というシステムを皮切りに信頼を重ねて一,一緒に作戦行動ができる関係を作ることだろうでもそれはできないわけですよねそれは海軍の間だよね 12月に日本で行われた日米の大規模な指揮者演習「山桜」にオーストラリア軍が初めて参加したフィリピン軍もオブザーバーで参加したがそこには韓国軍や在韓米軍の姿はなかったロシアと中国北朝鮮が接近している今日日本を防衛する演習は東アジアで同時にさまざまな危機が多発する複合事態を想定したものでなければいけないはずだと。 在韓米軍や韓国軍がいなければ十分な演習は難しい。レーダー照射事件から5年経った今こそ韓国は真相を明らかにしユンソユル・ユンソクンョル政権が強調する日米間の安全保障協定をさらに強化する環境を整えるべきであろうこれは韓国の努力が足りないいここういうことですねやっぱりねムン・ジェイン政権がねやっぱり北朝鮮と通じていたというやっぱり仮説に基づいてるわけですね。 まあ、前から言われてましたでもここまでね緊密だとは思わないじゃないですかね、えー、ムン・ジェインの時代は韓国政府は北の傀儡だったんじゃないかこれがやっぱり一番大きな仮説ですよねはだからねやっぱ一番何が弱いかというと傍聴機関を持っていないスパイを取り締まる機関を持っていないっていうことがやっぱり一番弱い点なんじゃないでしょうか。 これはねねやっぱり、ね、もう本当に戦後ずっとですよ戦後ずっと日本の政治の台湾だった特に自民党の台湾だったと言ってもいいでしょう。戦争に負けてからの、ね、反省がね日本の側に全然ないんですよ物流に負けたとかねそんな話ばっかりでしょ具体的にどう,どういうスパイがいたんだって話は、ね、全然明らかじゃない。 例えばゾルゲとかね尾崎保美とかねそのぐらいの名前は有名なわけですよでも彼らが具体的にどのぐらい日本の政府を日本の、えー、こういく,いくべき進路っていうんですかそねじ曲げたかそういったことをもっと客観的にね判断する研究があってもいいんですけどそこまでやる人はなかなか出てこないですね。やっぱりねだから、ね、特にねやっぱ僕は疑問に思ってるのは中国大陸ね中国大陸で何があったのかインテリジェンスウォーとして何があったのか。 それがねねほととんど明ららかかにななってないことですよだから、ね、日本軍とね現地の日本関東軍とやっぱり、えーっとえー、中国共産党がどういう関係にあったのか国民とはどういう交渉をしてたのかそういったことをねもっとトータルに見ないとねなかなかわからないんじゃないかそういう気がするんですよ。ですからねやっぱ次のね中国との戦争は何とか壊せるかもしれません。でもねその後で大きくゴテッと <laughs>、えー、転んでしまうかもしれませんよね。 まあこんんな話があるんですよ。仮にね第二次世界大戦で日本が、えー、勝っていたとしても勝利をしていたとしてもすぐに日本に革命が来たんじゃないかそれはそうですよねものすごくあの革命勢力の日本軍に対する浸透のし方が大きかったですからあのそのことにねなんか革命だってやったら皇室は消えてそれで日本は共和国になってましたね多分ねそういう話もあるぐらいです。 まあ可能性としてはあれやかなと思うんですよ。だから日本が戦争に勝ち負ける。以前にね。日本に革命が起こってたかもしれないと、こういう可能性があるわけですよね。だから本当にね。あのー、なんとかあのー、カウンターインテリアですか？それをちゃんと確立しなきゃいけないんですけど、日本人の,人のあの中にね。カウンターインテリアスってなんかもう何か。何か何かだったらさっぱりわからんという人ばっかりなんですよね。ですから、やっぱりね。あのー、皆さんはね、貴重なサンクスで膨張という問題を取り入れることができます。 ですから改めてね、お礼を申し上げて、今日はおしまいにしたいと思います。ほんとね、このチャンネルぐらいですよ、あのスパイを取り締まらないと一生懸命言ってるのはね、ほんとにね、皆さんのほんとサンクスがあって、初めてできます。まあ、よかったら、いいね、募集、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。でコメントもね、ぜひお寄せください。じゃあ、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこれで失礼しますね。失礼します。